はい、本日のゲストは、ゲストとしては初登場になります。ガクトさんです。よろしくお願いします。なんか、不思議な感じですね。感じです。ずっとレギュラーでやっていただいてて、で、この場所に座っていただくのは初めてになるんですよね。そうだよね。6年ぶりなんだって。まあ、京子ちゃんは、GACKT さんがレギュラーだった時に、はいはい、ゲストとして京子ちゃんが来たことがあったんだよね。はい、その時に、すごく GACKT君のことが好きだって言ってて。はい、大好きです。ウキウキしてたよね。今日もウキウキ。今日もウキウキなの。だからそんな短いスカート履いてきちゃった。違う。どうしたの？どこまで短くする気でいるわけ？ちょっと、ガックンと京子ちゃんの初対面の時の VTR があるということで、ちょっとご覧いただきましょう。ガックンの大ファンらしいね。ちょっと振り向いてねえ。振り向いてねえや。振り向いたらいいよ。後ろに。18? なんだその反応。ガックン、ここ。はい、5秒前、4、3。喋らねえのか。何だよ。462対4。それを知ってて調べました。なんだこれ。なんだ、初々しいな。初々しい。もう今と違いやで。いや、あんな虫いたらどうするのったら殺すって言ってる子には思えへんもんな。まあ、だからあの時とはもう逆の位置にいるわけですね。そうやね。ずっと後ろから後頭部を見れるわけやね、今日はね。本当に振り返らないとね、見れなかったもんね。何？最近見たことのねえ顔してるの。今日ね、GACKT さんがレギュラーだった時に何か印象に残ってることとかありますか？寝ちゃったことかな。ちなみに今も眠いんじゃないですか。でもね、ここだとね、はい、やっぱ緊張感が違うね。あ、違う。真ん中ですからね。ここね、ここの席は容器が漂ってるから。容器が漂ってる。高見沢さんの位置なんですよ。眠りシート。ここ眠くなるよね。ここ眠くなるんですよね。眠くなるね。落ちるんですよ。落ちる。しょうがないんですよ。しょうがないんだよね。しょうがないんですよ。しょうがないんだよね。まあ、GACKT君が寝てたんじゃないかというちょっと VTR があるので、それをご覧いただきましょう。見ましょう。助けてほしいんですって言ったら、あなたは幽霊話してるから。これはダメですよ。私早く進みましたか。足しびれた。そういうこと。じゃあな。自分がこれから歌おうとしてる。なんかコメントまた見えた、なんか。ごめんごめん。すげえ。ごめん。大丈夫。すげえよ。なんか。関係ないから。関係ないからって。メンバーに言われたりしたことはありませんでした？ないです。まった。めちゃめちゃ本気だ。続けて。